いつもこの駅は通るには通るんですが、ただスルーしてばっかりなんで、今回が初めての下車になりました。皆さんおはようございます。パクセイレンです。ここは東京都世田谷区小田急小田原線の成城学園前駅に来ています。でこの成城学園前駅は今ちょうど目の前から急行の新宿行きが発車していくところですが、急行、それから通勤急行、通勤準急、準急、各駅停車が止まる、そんな駅。停車駅は急行の場合、経堂、下北沢、代々木上原、そして終点の新宿です。今ちょうどロマンスカーの富士山号がやってきたところですが、特急ロマンスカーは基本的にこの成城学園前の駅を通過していきます。特急富士山号は大手施設と JR を直通する数少ない特急列車で、これともう一つスペーシアが大手施設と JR を結ぶ特急列車です。さあその特急富士山号の後続で快特急行をやってきました。快特急行の唐津田行きだったと思いますけど、特急同様快特急行も成城学園前は通過となっています。この辺り線形がいいということで、快特急行は最高時速の100キロギリギリまで出して、そして成城学園前を通過してきました。さっき下り列車が行ったばっかりなんですが、今度は上りの快特急行の新宿行きもやってきました。こっちの快特急行もまあまあ早いですね。車内にもお客さんがぎっちり乗っています。やはり上り戸から下北沢までノンストップというのは利用者的にはかなり魅力的なんでしょうね。やっぱ発車表を見てみると、急行新宿行きの次、メトロモーニングウェイ30号北千住行きというのがございます。このメトロモーニングウェイっていうのは特急列車なんですが、成城学園前って特急止まるの嘘。その特急の発車案内を横目に快特急行の片瀬江ノ島行きを高速通過。これもおそらくは100キロギリギリまで出して通過してるんじゃないですかね。ちょっとわかんないけど、でも大体この区間っていうのは快速急行は基本的に100キロ出して通過しますんで、おそらくあの片瀬江ノ島行きも100キロ出してるんじゃないかな。さあ普通にもうメトロモーニングウェイ30号って堂々と出てますからね。びっくりしますよこれは本当に。先行の9時ちょうど発急行新宿行きが出発していきました。これの続行で4分後に特急列車の北千住行きが控えています。もうここでネタバラシをしてしまうことにしたいと思いますが、この成城学園前には新宿方面からやってくるロマンスカーは停車しません。じゃあ何が止まるのかというと、新宿方面ではなく地下鉄千代田線に入って大手町北千住方面へ向かう特急ロマンスカーの一部がこの成城学園前に止まることになっています。さあ向こうから明るいヘッドライトを照らして青いロマンスカーがこちらにやってきています。こちらが特急メトロモーニングウェイ90号の北千住行き、小田急ロマンスカーの6万型 MSE が使われています。この小田急6万型 MSE というのは非常に優秀な車両 で、この小田急線内、それから直通先の箱根登山線内だけではなく、さらに地下鉄千代田線、さらには JR 東海御殿場線にも入線することができるというかなりハイスペックな車両です。また回送列車としてですが、 JR 常磐線の観光線にも入線実績があります。それから現在ではもう廃止されてしまってますけどね、確か霞ヶ関のあたりだったかと思いますけれど、千代田線を抜けて、そしてさらに地下鉄有楽町線に入って新木場の方まで向かう特急ベイリゾート号というのも昔あったんですが、それにももちろん、まあ、地下鉄に直通する特急列車ですから、この6万型 MSE が使われていました。先頭のところにもしっかりメトロモーニングウェイという表示が、かなりきつですけどね、しっかり表示をされております。やっぱかっこいいな。MSE ってね、やっぱ椅子が硬いとかテーブルが小さいとか、割と新しい車両のくせにコンセントがないとか、まあいろいろ言われがちだ。ちょっとあまりロマンスカーの中でもいい扱いを受けている車両とは言えないんですが、ただ小田急線内だけではなく箱根登山鉄道、それから JR 東日本、JR 東海、東京メトロと様々な会社に乗り入れることができますので、その点では小田急ロマンスカーの中で一番優秀な車両と言えることができるんじゃないでしょうか。僕はね、まあそんなに好きな車両ではないと思いますけど、でもそんなにね嫌われるような車両でもないと思います。さあ特急ロマンスカーが行ってすぐ現実に引き戻されます。快速急行新宿行きが高速通過。さっきここのホームね、皆さんも見たと思いますけど、ロマンスカー止まってたんですけどね、ロマンスカーが止まってた方も快速急行が堂々と通過していく。なんだここはと夢でも見ているのかと思わされます。さて皆さんも気になっていると思いますが、なぜこの成城学園前には新宿方面に向かう特急は止まらず、地下鉄千代田線方面に向かう特急だけが止まるのかについてですが、おそらくこれは地下鉄千代田線内ロマンスカーがかなり低速での走行を強いられるからなのではないかなと思います。
というのも新宿方面は結構路線が充実していて、なおかつこのように特急列車とか快速急行などの速い列車をバンバン走らせられるようなダイヤになっているので、そこまで新宿まで成城学園前から時間を要するということはないんですが、ただ地下鉄千代田線は優等列車を走らせるほどを前提に作られているわけではないので、路線内非常に時間がかかるんですね。そのため成城学園前から新宿方面では需要はないものの、ただ成城学園前から表参道とか霞ヶ関とか大手町、北千住、そういった方面へはおそらく、特急列車を利用するという需要があって、だからこの成城学園前には千代田線方面に向かう特急列車のみ止まっているのではないかなと思います。ちなみにさっき9時4分に北千住行きの特急ロマンスカーが行ったばかりですが、今度は9時21分に箱根湯本行きのメトロ箱根号と片瀬江ノ島行きのメトロ江ノ島号があります。何回同じ景色見せるんだって感じですけどね、やっぱり違和感があるんですよ。特急停車駅をこうやって快速急行が通過するなんてね。今度は快速急行の片瀬江ノ島行きです。早いね、ほんと早いよ。これも多分100キロぐらい出てたんじゃないですか。それから快行の今度は上りですね、快速急行の新宿行き、こちらももうこの時間はね、この日日曜日とは言っても、でも結構ねこの時間から新宿の方に用事があるとか新宿に遊びに行くとかそういった人が結構おりますので、そういったお客さんをたくさん詰め込んで、そして複々線区間を爆走しておきます。またやってきました、今度は快速急行の唐木田行き。全然お客さん乗ってないね。新百合ヶ丘までだったら需要結構あると思うんですけど、でもそれでも見た感じ号車によっては7人掛けのロングシート全部空いてる区画とかもありそうでしたからね。メトロ箱根、メトロ江ノ島、91号、箱根湯本、片瀬江ノ島行きが一番上にやってきました。停車駅はメトロ箱根号は相模大野を出ると次は一気に小田原まで止まらないんですよね。これすごいよな、大野から小田原までノンストップっていうのはなかなかないと思います。メトロ江ノ島号は相模大野を出ると藤沢まで止まりません。大和は通過します。さあいよいよ特急メトロ箱根号とメトロ江ノ島号がやってきますよ。僕も一回メトロ江ノ島号の方には乗ったことがあります。メトロ箱根は実は今まで一度も乗ったことがなくて、また今度ちょっと乗らなきゃなと思ってるんですが、なかなか機会がありません。さあやってきました、先ほども見ましたね、小田急ロマンスカーの MSE。 地下鉄に直通するロマンスカーしか止まりませんから、もちろんこの成城学園前に停車するロマンスカーも基本全てこの MSE ということになっています。またたまにですけどね、この成城学園前を始発とする臨時特急みたいなのも出ることがあるんですが、そういったものも基本的にはこの MSE で運転をされています。この列車は先ほど過ぎた前寄りの6両がメトロ箱根91号箱根湯本行き、後ろ寄り4両、今目の前に止まった後ろ4両がメトロ江ノ島91号の片瀬江ノ島行きということになっています。千代田線内をゆっくりゆっくり他の列車に混じりながらのんびり抜けてきて、そして小田急線内に入って最初の停車駅がこの成城学園前です。成城学園前からもそれなりのお客さんが乗っていたんですが、ただびっくりしたのは意外とねこの千代田線内から乗ってくるお客さんっていうのをたくさんいたことです。基本的に地下鉄に直通するロマンスカーはガラガラな傾向にあるんですが、今日はね珍しくそれなりに乗車があったんですよね。さあこちら側メトロ箱根側の車両に行きましたけど、こちら側当たり前ですがこっちは箱根湯本行きの号車なんで特急メトロ箱根91号の箱根湯本行きと書いてあります。9時21分定刻で成城学園前を出発。皆さんね箱根観光、それから江ノ島鎌倉の観光に行かれる、もしくはねそれか相模大野とか小田原で降りる方っていうのもたくさんいらっしゃるでしょうけれど、皆さん行ってらっしゃいということでね、この成城学園前から乗ったお客さんが皆さんどこに行かれるのかは僕は知らないですが、おそらくは箱根観光、それから江ノ島鎌倉方面の観光にお出かけになるんじゃないかなと思います。赤いテールランプを灯して青いロマンスカーが成城学園前を去っていきました。その特急が成城学園前を出発して数分後、またしても現実に引き戻されます。また快速急行が通過するわけですね。ただ今はさっき成城学園前をロマンスカーが出発したばっかりでスピードがそんなに出てないと思うので、この快速急行も前を特急に抑えられて少しもたもたとした走り方になってしまっています。こればっかりはしょうがありません。
というわけで今回は快速急行は通過するのに特急は止まる駅に行ってきたってことでやってきました。他にもね結構こんな感じで種別の停車駅の逆転現象が起きている駅っていうのは特に私鉄で多く見られますから、皆さんもぜひ成城学園前だけではなくて他のこういった現象が起きている駅行ってみてください。それでは今回はこの辺で失礼します。今日は成城学園前駅のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。